パークール付近の村の寺院、バーシー儀式で演奏を行うラオスの人々、1973年、パークール付近の職工本項目では、ラオスの文化について解説する。ラオスは独自の文化を持っている。神ザブ仏教を通して、ラオスはインドや中国から影響を受けている。これらの影響は、美術、文学、芸能といった文化同様。 ラオスの言語であるラーを語にも反映されている。ラオスの人々の生活は生活様式に至るまで仏教の影響を大きく受けている。ラオスの人々は忍耐と需要を教え込まれる。仏教は人々の連帯をつなぐ唯一のものであり、各方が整備されていなかった時代に善人であれ間違ったことに手を染めるなとと言ってきた。 ラオスで最も重要とされる祭りは一年に一度行われる分パウェートである。この祭りは国全体で行われる二日間の仏教の祭典である。伝統的に分パウェートは1月もしくは2月に開催される。祭りの期間中、僧侶は伏せたい本生形の全章にわたる説法を行う。ラオスの音楽は国を代表する楽器であるケインで演奏されることが多い。 バンドには通常歌いてラッパーと経営奏者が含まれており、その他にフィドルなど他の楽器奏者がつく。ラム・サーラバンはラオスの音楽で最も人気のあるジャンルだが、タイのラオ族はモーラムシンと呼ばれるギターやキーボードを用いた現代的なモーラムを演奏し、国際的にも知られている。古代ラオス文化が最も表現されている場所はシエン・クワーン県にある。 ジャール平原である。ラオスの第一言語はラオ語であるが、他にラオス国内で話されている言語として、少数民族による方言が存在する。ラオ語は、ジャオやドイのような一般的な丁寧語も含め、何段階もの敬語がある非常に礼儀正しい言語である。ラオスには著作権法が施行されておらず、これは世界の他のほとんどの国と比較しても得意である。 現在、ワイポや TRIPS の合意に基づいた法案が準備されており、2010年に制定されることが期待されていた。現在、ワイポ公式サイトによれば、まだ法案は可決されていない。ラオスにある唯一の IP に関する法律は商標に関するものである。ありがとうございます。